この動画で話すことをお前が実践したらお前は自己規律を持たずに自己規律を持つことができるどういうことって思うかもしれないけど、まあ、要するにモチベーションに頼らなくなるってこと多くの男はなりたい自分理想の自分に向かって努力が必要となった時にそのなりたい自分を想像してモチベーションを沸きをこさせてモチベーションに頼って努力をしようとするだから23日で潰れる そのモチベーション持ってる時はいいけど、ね、たい2、3日じゃ結果出ないじゃん。その結果出ないね、長い期間に気づいて、ああ、結果出るまでにこんなにきついんだ、こんなにつらいんだ、こんなに大変なんだっていうね、気づきを持って、まあ途中で諦めるんだね。あ,あやっぱ俺には無理だって。ね、正当化し始める。うん。だモチベーションに頼ってるようでは、まあ無理なんだね。で、モチベーションに頼ってるようでは無理っていうね、あの話はね、死ぬほど聞いてきたと思うから、この動画では聞きたくないと思う。じゃあどうしたらモチベーションを持たずして、 モチベーションなしに自己規律を持たずに自己規律を持つことができるのか。ね。スステップあるよーく最後まで話聞いて、これを実践しろ。でね、この内容は、あのー、至ってシンプルよ。裏技なんかじゃない。ね。ボタンを押して、ね。あの、無敵モードになれるとかね。そういったものじゃない。人生は全部そう。あのー、簡単なね、方法とかね、簡単な結果とかね。そういったものすぐお前はね、動画を通してね、求めるかもしれないけど、そんなのあったらみんな使ってるから。うん。 だけど、このシンプルなこと、できてないやつがほとんど。で、できてないからお前はこの動画見てると思う。だから、しっかり最後まで聞け。ステップ1。睡眠食事運動。はい,い、動画を切ろうとしたね。バカだよ。バカ。睡眠食事運動が整ってなかったら、お前はそもそも、そのやろうとしてることに対してエネルギーが湧かない。集中力も持たない。もうこれ以上言わないよ。ね。ステップ1は睡眠食事運動を整えること。ステップ2。時間を確保する。 固定してください。毎日。同じ時間に、この時間はこれをやるっていう。で、この時間帯っていうのはなるべく変えない方がいい。この時間を変えてしまうと、お前は気分で決めようになる。ね。ああ、この時間はちょっと今日はきついから、じゃあこの時間にやろうみたいな。それが一番やらなくなる原因だから。何が何でも、この決めた時間のこの時間の間に、ここで、このタイミングでジムに行く。ね。この決めた時間のこのタイミングで副業を2時間やる。けそれ決定したら、お前がやるべきことは、3つ目。 携帯の電源を切れ。いい多くの男は、ね、自分の身をその作業する場所に置くけど、結局、携帯を使ってるから、携帯で時間の無駄をする。携帯に吸い込まれて、じゃあ2時間副業やるって言ったのに、結局1時間半携帯眺めて終わる。ね。そんぐらい雑魚なわけよ、みんな。いいだ携帯の電源を切れ。2時間でいいんだよ。ね。それを毎日やったら、お前のその2時間は365日で、ね。 何800時間ぐらい ?800 時間いかないぐらいか。ね。その一つの作業に追い込めるようになる。俺のこの YouTube もそう。アイディアを思い浮かばなくても。やる気が起きなくても。俺は今、カメラとライトとマイクとね。えー、っと、ロードのね、キャスターとね。あのまあ、その他のね、セットアップ。やって、ここに座る。で、携帯の電源を切る。まあ、今、携帯で動画撮ってるんだけど。 まだ携帯触らない。お休みモード。ほとんどのやつは携帯を切った方がいい。ね。携帯ついてるだけで、集中されるから。うん。この環境に自分の身を置いたら、もうやるしかないんだって。気を紛らすものを完全にカットアウトして時間を確保したらもうやるしかないんだって。自己規律なんていらないんだって。モチベーションなんていらないんだって。だって暇だもん。俺今ここの椅子に座って今動画撮ってなかったら何すんのずっと何 こうやって、うん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 、爪伸びてきたな、うん、一二三、こんなんで時間潰したらクソつまんないじゃん、ね、なんかしたくなるから、とりあえずセットアップ作って、そのセットアップに自分の身を置けって、ね、勉強机になんだったら勉強机ね綺麗にして、もう勉強する環境作れって、でそこで椅子に座れって、二時間タイマーをつけろって、電源切れて切れたの、あともうやるだけよ。 それでもどうしてもやる気出ないんだったらずっとじっと座ってろ、うん、そのうち暇になってやりたくなるから、ね、そのクソつまんない勉強も何もしないよりかはマシだからそのクソつまんないねあのパソコンでやる副業の作業もウェブサイト構築もねブログも文章も、ね、台本書くのも何もかも何もしないよりかは面白いからいいお前がそれを面白くないって思う理由は携帯をいじってるからパソコンをいじってるから まあパソコンはね、仕事用に使うんだったらね、それ以外のことをブロックして、パソコン上でね、携帯と同じようにしたらバカだよ。それもならないように設定した方がいい。だけど、自分の気を紛らわせるもの、自分のね、時間つぶしをするものを排除して、やるべき場所に、やるべきところで、環境を作って、その場所に自分の身を置いたら、お前自動的にやるから。環境を変えるってのもいいかもしれない。カフェに行くとか。まあ、ジムに行くわね。 めちゃ分か,分かりやすいよね。ね。時間確保してジム行ったら、お前もう筋トレせざるを得ないって。少なくともストレッチはするでしょ、どんなにやる気なくても。少なくとも、ね、ランニングマシンで散歩はするでしょ。何すればいいか分かりません。ね。そういう人も、いいから環境を作って、その場所に自分の身を置けって。で、やるべきほど探せってそこ、そこから。その中から。ビデオアイディアは思い浮かばせん。ビデオアイディアはそ,こその場で思い浮かべって。思い浮つくまでずっとその場にいろって、じっとしろって。 そこから逃げて携帯触って一日終わりよりかは全然マシだから。いいこれしかないよ。自己規律を持たずに自己規律を持つ方法。それ以外になるんだったらコメント欄で教えてほしい。まあ、あとは仲間作るぐらいじゃない仲間作って実際に宣言することじゃない今日はこの時間にこれだけの作業を済ます。今日はこの3つのことを必ずやり遂げますって。ね。連絡問い合うことじゃない俺のオンラインコミュニティあるけど。 パートナー組んでやってる人いっぱいいるよ。そういう成果出てる人もいっぱいいる。まあ仲間作ってそういう風にやり取りするのもいいんじゃないかと思う。けどそんぐらいじゃんうん。モチベーションに頼らずに、モチベーションなしで自己規律を持たずに自己規律を持つ方法は。過去の動画で話したけど、朝起きたらまるする。俺はこの方法で登録者をここまで伸ばしてきた。これだけだって。俺の秘密は。ビロアイリア思い浮かばなくても、やる気が出なくても。とりあえずセットアップ組んで、 拍手のページを見つめた。動画を思い浮かばなくて、ね、没になる日がいっぱいあった。ね、動画撮ったとしても、ゴミ動画で出せない日もいっぱいあった。けど、そういう日があってもね、ね、やり続ければうまくいく日もいっぱいあるんだって。だから、そういう日を、ね、一切の無駄だって思わずに、そういう日もあるんだって思って、ただそれをやり続けること。それが重要。で、これはすべてに通ずること。 自己規律を持たずに自己規律を持つ方法は時間を確保してそのやるべきことをやる場所に自分の身を置くほど携帯で電源を切って以上以上だってそんぐらいじゃない時間がありませんうん時間でもジョん時間確保できます時間がないです <laughs> それはもうアドバイスの支障ないわうんない早く起きるか ね、お前がこなってるゴミみたいな習慣やめるかもどっちかしかないよ。ないって。ライフハックなんかないよ。もうそれしかないんだって。やるしかないんだよ。そんぐらいの最低限の自己比率はなきゃだめよ。そこに対してのアドバイスはできない。時間を作るしかないから。絶対無駄があるから。ね。全員。俺も無駄がある。時間がその無駄のせいで作れてないんだったら、その無駄を排除するしかない。 でも多分その無駄ってのは基本的に携帯だと思うから。うん。インターネットだと思うから。それ電源切れって。そしたらお前時間確保できるよ。間違いない。ね。ジムに行きたくないっていう日もそうよ。携帯の電源切って、テレビの電源切って、じっと座ってろって。筋トレしないんだったらじっと座ってろ、家で。じっと座ってんのが嫌なんだったら筋トレ行け。そういう状況に自分を落とし込まないと。逃げ道があるから、お前はそこに逃げるんだよ。逃げ道を閉ざせって。 そこは自分に対して厳しくいかないと。そういうもんだから。裏技なんてないし、特技なんてない。とりあえず時間を確保して、その場所に自分の身を置いて、携帯の電源を切って、ね、うまくいかなかったとしても、じっと耐えて、そ,その環境に自分の身を置き続けること。自分が決めた時間の間。けど、これができれば、どれだけ蓄積するとも、お前の努力、どれだけ積み上がるとも、1年間で、2年間で、3年間で、長期的に見ろって。今は結果出ないかもしれないけど、 その積み上げを続けたらねほぼ確で結果出るんだってうんしっかり頭さえ使っていれば言い訳しないようにきつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ